金曜日のフリー走行でのロッシ2005年のイギリスグランプリはロードレース世界選手権の2005年シーズン第9戦として7月22日から7月24日までイングランドのドニントンパークで開催された 125cc クラス決勝は8周目に雨が降り始めたために赤旗が掲示されレース中断七週目終了時点の順位をもとにスターティンググリッドを組み ウェットコンディションで再レースが行われた。九州のスプリントレースを制したのは KTM ワークスのフリアンシモン。これはシモンにとってグランプリ初優勝となった。2番手には初表彰台となるマイクリメディメオが入った。ポイントランキングでは同点首位に並ぶマキアパシーニとガボールタルマク氏は両名とも点灯リタイヤに終わったもののなんとかトップを維持。 トーマスルティが1ポイント差、ミカ・カリオが9ポイント差に迫ることとなった。250cc クラス決勝も雨のレースとなった。スタートから青山・博一がレースをリードしていたが13周目に転倒。その後、ランディ・ドプニエがアンソニー・ウエースト、ケイシー・ストーナーとのバトルを制してシーズン初優勝を遂げた。ウエストは KTM の 250cc クラスデビューレースで、 いきなり2位表彰台獲得という快挙を遂げた。ポイントランキングでは、今回4位でフィニッシュしたダニペドロサがトップを維持、2番手のストーナーとの差は34ポイントとなった。モートジッピークラスもウェットコンディションとなり、21代中10代が点灯リタイアするサバイバルレースとなった。バレンティーノ・ロッシがケニー・ロバーツ・ジュニア、アレックス・バロスとのバトルを制して、 シーズン7勝目を挙げた。2位に入ったロバーツジュニアは2002年のブラジル GP 以来の表彰台獲得となった。この結果ポイントランキングではロッシュがランキング2位のマルコ・メランドリとの差を104ポイントにまで広げた。ありがとうございます。